世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は話題になっていたとある動画についてご紹介します。その動画の内容は日本刀と西洋刀を比較しているものです。皆さんも一度はどちらが優れているのかを考えたことがあるのではないでしょうか。海外にも同じように考えた方がいて実験を行っていました。日本刀と西洋刀をそれぞれ大きな氷に刀を振り下ろして切れるかの比較をしたり、鎧に刀を突き刺したり切ったりして比較をしています。少し比較するにはやり方が違ったりする箇所もあり、それも含めて海外からいろんな意見がたくさん寄せられましたのでご紹介していきます。鎧を貫通させることはできなかったけど、西洋刀の方が凄まじい鈍痛を与えると思う。刀は叩いちゃダメ。瞬時に引いて切らないと。アニメオタクだけが日本刀の勝利を信じてるんだろ。ははは、馬鹿げたジョークだ。このテストはひどい出来だな。なんだこれは。彼らは西洋刀を正しく使えてさえいないじゃないか。足元より手が前に出ちゃったら力だって入らないさ。それに西洋刀はヨーロッパ全土で使われていたわけじゃない。これだから西洋人はピストルを作ったんだな。まあ日本刀がベターだと思うよ。それにつけても彼らの西洋刀の使い方はまるでなってない。結局さ、大事なのはどっちが優れているかじゃなくて、いかにうまくそれらを使いこなせるかだろ。奴らは西洋刀を使いこなせていないし、西洋刀の用途はもっと多岐にわたるんだよ。これは完全に日本刀に贔屓してるよ。日本刀が氷を切るときは全力で距離も十分に取っているのに、西洋刀のときはちょっとしか距離を取ってない。この西洋刀は軽すぎるし曲がりすぎてる。本物は3倍は重いし全く曲がらないんだ。日本刀はより深い傷を与え、西洋刀はより射程が長い。クレイモアと日本刀の対決ならどうなるんだろう。この2つなら西洋刀が勝つだろう。西洋刀は日本刀を簡単に破壊するだろうしね。彼らが使っている日本刀は高炭素鋼で作られた最近のものだな。鉄を使って練り上げられたものじゃないよ。ふん、どっちも興味がないね。俺はライトセーバーを買う予定なんだから。この2つを比べて何になるっていうんだ。それぞれに長所と短所があるんだ。リンゴとオレンジを比べるようなもんだよ。俺は日本刀が大好きなんだ。多くの人が日本刀は隙が弱いって言うけど、見てみろ、全然そんなことないじゃんか。いい動画だ。だけど俺は西洋刀の負けを認めないぞ。だって彼らはちゃんとした技術を持ってないし、切れ味だって悪いみたいじゃないか。日本刀の勝ち。この西洋刀は使い方が間違ってるし、アルミニウム製だ。日本刀は軽い革で作られた鎧を切るために作られたが、西洋刀は鎖片びらを突き刺し相手の骨を壊すために作られたんだ。俺が妥協点を考えてあげたから。日本刀は切ることに優れた実用的な武器だが、西洋刀は設計に優れている。日本刀は確かに優れた武器だけど、テレビや映画で過剰に持ち上げられてる感は否めないな。本物の西洋刀は日本刀よりはるかに優れてる。これは絶対に間違いない。日本刀の方が余裕で優れてます。日本刀を支持する声と西洋刀を支持する声、どちらもありますね。この動画以外にも日本が誇る日本刀と西洋で使われる西洋剣は幾度となくどちらが強いかという問題で比較され話題に上がってきました。製法などが異なる2つの武器は一体どのくらいの差が出ているのでしょうか。日本刀と西洋刀の特徴や性能から詳しく解説比較します。まずは日本刀についてです。日本刀は日本に伝わる伝統の武器です。片刃で反りがある刀身が特徴で、他に類を見ないことから日本刀ジャパニーズソードとして有名です。
反った刀身を利用して引き切ることで凄まじい切れ味を出す日本刀は最強の切れ味だとして様々な番組で取り上げられます。過去にはその切れ味を証明するために銃弾を切るという番組も登場しました。作り方としては一本の刀が仕上がるまでに非常に複雑な工程を重ねて作られます。その複雑な工程を重ねることで非常にしなやかで頑丈な刃が作られるのです。このような工程を重ねる製法は珍しく、日本人がどれだけ日本刀に力を入れていたかわかります。この複雑な製法は今では失われてしまったものもあるほど細分化して厳密に伝えられていました。そして日本刀の一番効果的な攻撃は切りつけることです。反りがあることによって対象を切りつけるとスムーズに刃が滑り切り裂くことができます。その切れ味は特にすごいと評価されていて、世界に数多ある刀剣の中でも最強の切れ味を持つとされています。強い切れ味を発揮する日本刀は何人もの人体を切ると油で切れなくなるなどと言われますが、切れ味が鈍くなるだけで強い力で押し切れば切れることは切れます。よく時代劇などで切った後に紙で刀身を拭き取るのはこの油を取るためなんですね。また日本刀は切るだけでなく突きもかなり強い力で攻撃することができます。切っ先は強固に焼き入れされた刃で構成されているので非常に頑丈で強い力を一点に集中させることができます。突くことによって刀身がかなり歪んだりしますが、硬い鋼の周りにある柔らかい皮金のおかげで折れることなく使うことができます。続いて西洋刀についてです。西洋刀は西洋剣とも呼ばれます。西洋剣といえば各地の神話や伝説で登場する聖剣などが思い浮かびます。日本で有名なものといえばアーサー王の選定の剣でしょう。西洋では似たような伝説がいくつもあって、数多くの伝説で聖剣や魔剣が誕生しています。実際の使われ方においても剣は非常に重要で、騎士などにとっては身分の証明にもなりました。日本の武士と同じようなものですね。西洋剣にはいくつもの種類が存在します。基本的な長剣から突き刺すことに特化したレイピアや、両手で叩き切ることを目的としたバスターソード、西洋の刀とも呼ばれるシュタールなど、その形は日本刀と違って様々です。そして西洋剣はまっすぐな刃が多く、叩きつけて押し切ることが基本とされています。本当の進化は月に集約しているのですが、叩き切るのもかなり強く、枝のような切りにくいものも切れ味と強い叩きつけによって切り裂きます。日本刀との違いは刃の切れ味で切るよりも力で押し切る切れ味となっています。なのでスパッと切るというよりは力で2つに分断させるといった方がしっくりくるかもしれません。しかしそれはそれで刃が潰れても戦えるという利点もあります。また西洋剣の一番の得意分野は両刃の揃った切っ先による突きです。もともと西洋では鎧や鎖片びらを装着することが多く、その上から叩き切るか鎧の隙間を突き刺すのが一般的でした。鎧の隙間を突き刺すにはなるべく薄い刃であるのが望ましかったですが、強度もなくしてしまうので程よいものを作るのはなかなかに大変です。レイピアのような一つ専門の西洋剣もありますが、強度がないので強いとは言い難いです。ここまでいろいろな条件を比較に出してきましたが、やはり日本刀と西洋剣では使い方の差が大きく出てくるのが問題です。引き切ることを目的とした日本刀と叩き切ることを目的とした西洋剣では実戦では比較ができないものなのかもしれません。ただし比較した個別の条件を比較するのであれば、切れ味が最強なのは日本刀で、頑丈さや生産性に関しては西洋剣に軍配が上がる感じです。何度も起こる日本刀と西洋剣の比較討論ですが、このように元々の性質が違う武器を比較することがなかなかに難しいことから、完全にどちらが優位であるかという答えは簡単には出ないですね。
その強さや強度にばかりフォーカスしてきましたが、刀鍛冶の魂がこもった刀剣は美しく美術品としての価値もあります。皆さんは日本刀と西洋刀ではどちらがお好きですか？動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。